添松映画館ですよ。はい、まあこれね、何回かやらせていただいてますけど、皆さんから温かいコメントをいただいて、我々ねたくさんね、はい、嬉しいですね。いつもちゃんと読んでます。はい、はい、ありがとうございます。はい、まあめちゃめちゃその参加していただいているスタッフもたくさん、意外と YouTube なんてたくさんいらっしゃるし、はい、場所もお借りしたりとお金がかかっているように見えるんですが、ほぼほぼこれは自発的に自主制作みたいな有志でやっておる番組で、まあね、なるべく皆さんにこうね、この前の番組やってた映画コーナーを、はい、絶やさず見たいっていう気持ちで皆さん作っていただいているので、はい、多分その気持ちとしてはこのチャンネル見ていただいている方と同じ気持ちで作っている方を作っていただいているので、そのあたりもちょっと組みながら皆さんで一緒にこう登録数増やしていって続くようになればいいなと、ちょっといやらしい話から今日は始まろうと思うんですが、はい、今日僕がご紹介しようと思う作品は、はい、最近発売された DVD からご紹介したいと思って、まあ、そういうのもね、はい、YouTube なので自由にやっていいんじゃないかなというふうに思うので、はい、ご紹介したいんですけども、はい、2作品ある。はい、なぜ2作品なのかおいおい説明していくんですけども、なんでしょう、ドキュメンタリー・オブ・欅坂46僕たちの嘘と真実が1本で、もう1個はこれは日向坂46のドキュメンタリーで3年目のデビューというこの2本をご紹介したいと。どんな気持ちなんだろう。ずば抜けた表現力っていうのがあるし、自分にそれがない。逆坂って平手がいないと来ないのか、みんなそう崩れしちゃう。分からなくなっちゃったのは不協和音あたり、その時によって人格が変わる。絶対めっちゃ嫌いだったと思います、私のこと。初めて選抜制度を取らさせていただきます。僕は嫌だ嫌だ嫌だ。私たちに価値はあるのかなって。悲しかったけどありがとう、送り出せました。最後の力を振り絞って頑張ってくれたんだなと。行ってこい。この決断をすぐに受け入れられるメンバーばかりではありませんでした。今ここにいないメンバーを含めて欅坂46だからこそ叶えられた夢がたくさんありました。私たち欅坂46は幕を閉じます。はい、このグループ添野さんご存知でしょうか。名前だけは、ね、名前ぐらいですよね。まあ紅白にどっちもね出てるぐらいの、はい、グループで、まあこの欅坂46というのはもう今の現時点ではもう解散しちゃって、はい、桜坂46で名前を変えてるんですけども、はい、まあ、そのあたりのことを描いた映画ではあるんですけども、はい、僕はそのアイドル映画について、はい、ちょっと何年か前から思ってることがあって、そのことはこの傑作音楽シネマという水にシネルカシリーズの本があったんですけども、はい、ここでもう僕5年前に書いてたんですけ ど、 なるほど、今時のアイドル映画はドキュメンタリー的な文脈で語られるということ、ほう6ページにわたる原稿を書いてるんですけど、ほうほうほう、実はその最近アイドル映画ってね、はい、80年代ぐらいだったらなんかいろいろあったじゃないですか、山口百恵さんの映画とか、はい、70年代から、あ、70年代か、うん、で、あの菊池桃子さんの映画とか斉藤由貴さんの映画とかあったじゃないですか、角川映画とか、はいはい、ああいうのっていわゆる、まあ、実写の物語の伴った、はい、まあ、ものだったじゃないですか、もちろん、はい、ところが最近は、はい、そういうものないことはないんですけど、ドキュメンタリー結構作られてるっていうのは僕注目ポイントだなって前々から思ってたんです。なるほど。でそれは何ですかね、アイドルが昔に比べて身近になった、それは SNS とかのことによって、はいはいはい、発信するものを
すぐに情報を見れるようになったからっていうことの違いがあって、はいはい、その彼女たち彼ら彼女たちのその普段の生活を見れる、まあ、覗き見せるような感覚になっていることが、はい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 、以前に比べると増えたっていうことも影響してるんだと思うんですよ、はい、その中であの、まあ、もちろんねビジネスとしては、はい、この手の映画はあのファンの人たちにさえ見てもらえばいいっていう、あの映画館に行くとグッズが売ってたりとか、うん、こういうパンフレットが売ってたりして、いやいや隣のスクリーンでやっててすごいそっちは混んでるなっていうのを見ることがよくありますよね。はい、ありますよね。はいはい、はい、なのでそういうビジネスであるんですけど、はい、とはいえ僕はね、はい、その映画っていうもののコンセプト、はい、特に、ね、ドキュメンタリー映画っていう視点で見た時に、はいはい、これは実は見るべき作品だなって常々思ってたって話を今日させていただきたいと思います。まあ、とりあえずね、はい、基本情報必要、ソニョさんもあんまご存じないと思う、基本情報必要だと思うんですけど、はい、教えてください。この欅坂と日向坂何が違うかっていうのってご存知ですか？なんか姉妹グループなんじゃないですか？ああ、はいはいはい、遠からず近からず。そうなんだ。すいません。いやいやいや、あの言ったら二分に一する人たちが欅坂って、まあ、漢字で難しく書くのを、はい、ひらがなで欅坂、はい、坂だけ漢字に書いて、はい、ひらがなで書いてるがひらがな欅と漢字欅ってファンの人たちは言い分けてたんです。1軍2軍で1軍のことだから漢字欅が1軍で、はい、ひらがな欅が2軍だった。なるほど。で今その人たちは日向坂って名前を変えたんですけど、はい、そもそも日向坂のメンバーの人たちってのはその2軍に位置する、はい、ひらがな欅の人たちだった。おお、なるほど。でその一軍の人たちを描いたのがこの欅坂46のドキュメンタリーで、これ本当は去年の3月ぐらいに公開されるはずだったのが、なるほど、コロナ禍によって公開延期になっちゃったんです。おで公開延期したことによってその時点ではまだ解散するはずじゃなかったのに解散が決まっちゃったので、そんな急に。そうなんですよ。なるほど。だからくしくも公開を延期したことによって映像を付け加えて、もうその公開された時にはグループがなくなるって分かってるグループのことを描くドキュメンタリーになってるんです。へえ。でね、映画の中に不在の人を描く映画って結構あるじゃないですか。いない人のことを探すというか考える。例えばあの。羅生門そうだと思うし、はいはいはい、市民権そうだと思うし、はい、地獄の黙示録とかも言ってみたらそうですかね。その分からない人を探求していくって話になって、なんか不在の人のことを考えるっていう映画って結構あるじゃないですか。3人の妻への電話、ね、ああそうそうそう、はいはいはい、いっぱいあるじゃないですか、はい、それって映画の中でその物語にしやすいというか、うん、そういう特徴があるからそういうものが多いんだと思うんですよ、はい、欅坂のそのメンバーの中には辞めちゃった人たちとかいるんですよ。でね、普通は、それまでこの46って書いてあるその AKB とか SKE とかいろいろ土地ごとにあるじゃないですか、はいはい、NMB とか大阪だったら、はい、それぞれのドキュメンタリーが今作られてきたんですけども、はい、大体それはある1年間とか2年間の記録みたいなものが多かったんですよね、はい、ところがこれはなんだけど、はい、もう終わっちゃう人たちの話、はい、新しいグループにこれからなるんでもう欅坂というのは終わっちゃうんですっていう話の時に、はい、特にね平手里奈さんっていうセンターの女の子がいる。映画に出てます、ね、ああそうそうそう、はい、響とかに出てます、はい、そうですね。彼女がまあこのグループのセンターとして活躍してるんですけど、彼女がいなくなるっていうことが結構その欅坂っていうグループがまあ、瓦解していく理由にもなってるんですけども、そういうものの時にね、はい、いなくなる人がなんでいなくなるのかっていうのをまだ本人存命なので聞いたらいいじゃないですか、はい、まあそうですね。この映画は去っていった人の言葉は一切出てこないんです。へえ。つまり去ったっていう事実はみんな知ってるっていう前提になって、うんうん、なんで辞めたんですかとかこれからどうするんですかって話は一切その本人には聞かないっていう点になってるんです。へえ。そこがすごく面白くて、はい、つまりそこにグループに残った人たちが彼女のことをどう思っていたのかっていうのを語るっていう構成になってて、市民権的な構成になってるんです。なんだそれは。だから見てる人たちは例えばその平手さんって人、ね、もし知らなかったとしても、はい、
こういう人なんじゃないかっていうことを劇映画でそうやって描かれてるのと同じように考えれるような作り方になってるんです。なるほど。いない人のことを語るっていう不在の映画になってるんですね、はいはいはい、でしかもこの欅坂っていうグループが得意だったのは、欅坂っていうまあ六本木にあるんですよね、はい、皆さんご存知か分からない、あのテレビ朝日の裏にある坂なんですけど、デビュー作のデビュー曲の PV って、はい、渋谷駅の工事現場で撮ってたんですよ。もうそれがもう 5,6 年前になるんですけど、はい、その時作られてた建物今もう立ってるんですよ、ビルと渋谷でね、はいはいはい、で渋谷って今大あの、はい、工事やってて、はい、2030年ぐらいまでには完成するんじゃないかって言われる今、はい、その新しくなってる過程じゃないですか、はい、その、当時はなかったものがどんどん完成していくっていうところで工事現場で撮影することによって、彼女たちもデビューしたところから渋谷の街が育っていく、彼女たちの成長を見ていくっていうことを本来は意図して PV 作ったんじゃないかなっていうのが僕の見立てなんです。デビューした時の PV から比べるとこれぐらい渋谷の街で変わりましたよ、まあ、だけどすっごい変わったよね、はい、うん、で彼女たちも環境も変わりましたよってことを、うん、その東京の中の一部の街の成長と彼女たちを並走させながら描いてるってところもちょっと面白いなと思ったんですよね。ある程度映画見てる人にとっては、はい、ドキュメンタリー映画も劇映画も実はあんまり分け隔てがないっていうか、うん、同じ映画として見てるところがあるじゃないですか、はいはい、実際僕らもその長い間2人で映画を紹介している中でドキュメンタリー映画も結構同じように紹介してきましたよね、はい、っていう中でそのドキュメンタリー映画も劇映画も同じように面白いって思った時に、ドキュメンタリー映画の面白さってさ、なんかこうなんだろうな、意外性があるかどうか、うんうんうん、撮ってる人が最初から最後まで思った通りにやってるんじゃなくて意図してなかったことが入ってくることがドキュメンタリー映画の醍醐味じゃないですか、はいはい、だからまさにそれに当てはまるっていうことじゃないですか。そうなんです、はい、欅坂のドキュメンタリーだから最初は意図してなかった彼女たちがもう、はい、まあ、いわゆる分裂のような形になってしまって、うん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 、グループをまあ解散せざるを得ないような状況になったっていうところが、うんうん、くしくもその時期に当たっちゃったので作り手の意図とは違うものに多分なって完成したんだと思うんですよ。なるほどね。でそれが面白いっていうのはこの一方なんですけ ど, なるほど一方で、はい、あのこの3年目のデビューっていうひらがなケヤキ、今、まあ、日向坂46で名前を変えてるんですけども、はい、彼女たちは、まあ、要するに2軍だったので、まあ、ドキュメンタリーを見ると分かるんですけど、自分たちは いらないって思われてるっていうところから始まるんですよ、うんうんうん、で実際にファンの人たちからはその、まあ、実はこの欅坂のメンバーの中に長浜ねるさんっていう人がいて、はい、なるほど、まあ、その子も辞めちゃってるので、この映画の中で長浜さんがどうだったかっていうことをメンバー語ってるって、その子のことも語ってるって、その人も辞めちゃってる、辞めちゃってるんですよ。なるほど。ただこの子は、はい、ストーリーがあって、はい、最初このグループが結成された時のオーディションに最後まで残ったのに、はい、お父さんだったかお母さんかに連れ去られたんですよ、はい、反対されたって、反対されて、あの長崎出身の子で、はい、その芸能人になるの反対されて連れ戻されちゃった、はい、なるほど、まあ合格したはずなのになれなかったんですよ。それをあまりにもその泣きじゃくるので親が秋元康さんのところに行って、なんとか娘を元のグループに入れてもらえませんかって相談に行って、特例としてひらがなけやきっていう立場で一人ひらがなけやきっていう立場でやったのが、そもそものこのその日向坂の元であるひらがなけやきの元になってるんですよ。その長浜さんって人は、はい、その後でひらがなけやきっていうその増員された時に、うん、あのメンバーが増えたので、はい、ひらがなけやきと漢字けやきを兼任することになって、2つのグループをやらなきゃいけなくなって大変なことになるんですよ。ほう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 。だって覚える曲もダンスも仕事も倍になるわけなんですよ、はいはいはい、っていう苦労が描かれてるんですけど、はい、そのやっぱその自分たちがそうやって2軍でライブもやらせてもらえない、はい、別に CD で歌わせてもらうわけでもない、はい、ずっといつもなんかそばで見てるような立場の時にやっぱもうアイドルになれないんじゃないか、で、はいはいはい、長浜ねるさんの可愛さを引き立てるための
あまり、まあ、外見がよろしくない連中だっていうふうなことまで言われたってこともドキュメンタリーの中で書かれてるんですよ。だから彼女たちはゼロから今の立場を勝ち取っていくまでの3年間のことを描かれてる作品なんですね。これはどちらも意外性のあるドキュメンタリーだけど、その片っぽはサクセスストーリーだっていうことですよね、はい、そうなんです、うん、で僕が重要だと思うのは、はい、映画としてどっちが優れてるかっていうと、これは僕の主観なのでファンの人怒んないでほしいんですけどやっぱ欅のドキュメンタリーの方が優れてると思うんです。不在の人を描いてるからっていうことですね。コンセプトとして、はい、やっぱこっちは不在、何かが誰かが不在であるっていうことをどう描くのかっていう特典で、うん、映画としては僕こっちの方が優れてると思うんですけども、ただし、はい、これに足りない部分はこっちを見ると分かるっていうのがポイントなんですよ。さあ何かというと、この欅坂のドキュメンタリーの中で、はい、まあ、長濱ねるさんという人は、はい、いなくなった人なので、はい、映画の中で語られないんですよ。彼女がどうだったってことはさっきも言ったようにメンバーが語るんですけども、本人がどう思ってたかっていうのは一切分かんないんです。なるほど。ところがこっちは長濱ねるさんが一人で始めたひらがなけやきっていうのがグループになっていて、はいはいはい、それでもこのグループにいる時期、ある時期にいなくなったので、はい、彼女がなんで辞めたのかとかどう思ってたかっていうのをこっちを見ると分かるんです。ほう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 。つまりこっちだったら分からないことがこっちだったら分かるということでしかないんですけども、はい、これはドキュメンタリー映画としてものすごく重要なことで、はい、ドキュメンタリー映画ってまあ基本的にはそんなに潤沢な制作費かけられないじゃないですか。だからまあディレクターなり監督が一人ついて主観で撮って、はい、まあ、一人で回すかカメラが回して音声さんがいるみたいな、はい、原和夫さん、まあまあ、デシングの原和夫さんとかもそういう作り方じゃないですか、うん、だけどもこれはアイドルを追っかけるっていう体での記録になっているので、はい、同じ場所に複数のカメラが回ってるんです。だから同じ場所なんで欅のカメラと日向坂のカメラがそんなことがいるので、本来であれば多角的に撮れない、誰かどちらかの視点によったもの、ディレクターの視界によったものしか撮れないのがドキュメンタリーなのに、たまたま2つのグループがあって同じような活動をしているので別のアングルで見れる、本来ドキュメンタリーが用いてないいろんな角度で描くっていうことに実はなってる。まあ、なるほどね。確かにあんまり前例はない感じがするね。そういうわけで言うとね、ないと思うんです、はい、うんうんうん、別の視点で2本のドキュメンタリーを作るってことはまあなかなかねないですよね、はい、確かにね、はい、なるほどなるほど。そういう点で、うん、実はまあ今回の2本に関してはその長濱ねるさんという人物一つ焦点当ててみると、はい、こっちで語られてないことがこっちで語られてるっていうのは別々のドキュメンタリーとしてカメラが動いてるからだっていうところがあるんですけど、ただまあ言ってもね、あんま興味湧かない。いやいやいや、そこまで言われたら見てみようかなと思いますけど、逆にその全くその対象のことを知らない人が見ても面白いですか。まあ、そうですね、まあ、それも僕あると思うんですよ、うん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 、でただその今回の欅坂の方が面白かったのはそういうコンセプトを持ってやってるし、うんうん、知らなくても見れるっていうような作り方を意識してる作品ってあるんですよね。なるほど。だから僕はここにはまあ鉱脈はあると思ってて、さっき名前出した原和夫さんとか、はい、誰だろうな、あと金子優さんとかドキュメンタリー撮ってる監督さん今たくさんいらっしゃいますけども、はいはいはい、その人たちに任せてみたら、はい、ファンの人は喜ばないかもしれないです、うんうんうん、だけどあるその一つのテーマっていうことを描くアイドル映画になる可能性あるなっていうのを僕は感じてるんですよ。それを言うんだったら例えばクレイジーホースのドキュメンタリーなんか実際にアイドルの映画に近かったと思いますけど、はいはい、フレデリック・ワイズマンだってやってみたら面白いよね。いや面白いと思いますよ、ね、はい、フレデリック・ワイズマンはほら、はい、団体ごとにこう移植を受けて作るっていうことをする人だから、ワイズマンに頼んじゃえばいいね。いや本当そう思います、うん、しかもね、もうナレーションも音楽も入れないで見せるっていうことを決して、ワイズマンみたいにやった時に、うん、何が浮かび上がるんだろうなっていうところが僕すごく興味ありますね。僕はそういう作家にある一つのテーマを持ってある程度普通のドキュメンタリーは資金あるんだと思うんですよ、はい、に比べると、はい、それでやった時に何か化けるような映画ができるんじゃないかなと思ってるのが実はこの欅坂だったり日向坂だったりっていうアイドルのドキュメンタリー映画だっていうのが僕の見立てなんですね。なんか聞いてるとさ、まあ、あんまりその
良い比較ではないかもしれないですけど、はい、ゴッドファーザーみたいでね、1代目、2代目、3代目でさ、はい、環境が変わっていくとその組織の内実が変わっていくっていう、ビトーコルレオネの時代、マイケルの時代、さらにその下みたいなさ話じゃないですか。ああいうものもほらドキュメンタリーとして撮ったら面白いですね。あ、そうですね、そういうことですかね。あ、そうだと思います、はい、で、まあそのもともと秋元康さんがやってたおにゃんこクラブってあるじゃないですか、はい、この前にあの時原田雅人さんが監督したいの覚えてます。ありましたね、おにゃんこザムービー。はい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 、あれってご覧ってます？見てます。何かと2本立てだってね。あ、そうですそうです、だから一緒で見たんだと思いますけど、はい、あの映画って、はい、あのおにゃんこクラブのメンバーの部分はリアル、はい、ほぼリアルでドキュメンタリーっぽくて、はい、彼女たちのライブに行くって男たちの男の子たちのこと描いてたじゃないですか。そうですね、だからまあ当時見た人たちは、はい、おにゃんこの映画見に行ったのに彼女たちほとんど出てこないって怒ったんですよ、うんうんうん、だけどあれってロバート・ゼムキスの抱きしめたいって映画と同じ行動じゃないですか。そうですね、はい、ビートルズを見に行きたいって女の子たちっていうか意識して作ったんじゃないですかね。あ、そうそうだと思います、うんうん、でそもそもビートルズのその最初の映画ビートルズが出てややや、はい、でビートルズがファンから逃げるっていうドキュメンタリーっぽい作りの映画だったじゃないですか、はいはい、だからそういう意味で言うとずっと遡っていってもアイドルとドキュメンタリーってやっぱ親和性あるんじゃないかなっていうふうに僕は思う。なるほどね、はい、なるほど、だんだん気になってきました。本当ですか、うん、なのでまあそういうふうに、はい、あのまあ、添野さんの心もちょっと開いていただいたところで、これから、現在あのこのこっちは僕あの収録中はまだあの発売されてなくてパンフレットしか持ってないんですけども、ソフトが出るので、はい、ぜひ見るのなら両方見て、本来一本の映画だったら見えないところを皆さんで探していただきたいなというふうに思います。はい、